ルーカス・マケーン・ライフルマンはアメリカのテレビ西部劇モノクロでフォスタープロが制作チャック・コナーズが主演ルーカスとマーク1880年代のニューメキシコ州ノースフォークにある小さな農場を経営するルーカス・マケーンと息子のマークが主人公一人息子のマークを育てる父親のルーカスは妻に先立たれた男だが無類のライフル銃の名人である彼が 無法者の悪や暴力と戦いつつ真摯に生きていく姿を強い不死の絆と共に描いている番組冒頭のライフル連射のタイトルから愛用のライフル銃をまるで拳銃のようにくるくる回して連続射撃の腕を見せる場面は多くの西部劇ファンを魅了した1958年9月30日から1963年4月8日までベ b ビー C で 全168話が放送され、日本では1960年11月30日から1963年12月4日まで、TBS 系列で毎週水曜19時30分20時に156話放送された。アメリカでの放送時は主題歌はなかったが、日本では独自の主題歌が作られた。チャック・コナーズと実の息子ジェフリー・ライフルマンに出演したサミー・デイビス・ジュニア。 ありがとうございます。